ちなみに日焼け止めはどこのやつを？アネッサですね。アネッサ。いいものは見せれたのかなとは思ってますけど。一生の思い出になりますよね。はい。すいません、よろしくお願いします。お願いします。さあ、川瀬さんに来てもらいました、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりです。3連戦で、ああそうですね、そうね、はい、一発目、一発目さよなら、はい、いやあれは結構手応えあったんじゃないですか、プロ入って初めてのさよならだったので、うん、なんかすごく感触が今でもない残ってます、なんか会見でなんかちょっとバッティングがなんか自分の中で変わったみたいな、はい、フォームを変えて、うん、しっかり自分のなんていうんですか、理想とするバッティングに近づけていけてるなっていうのはすごく、うん、はい、そう、あそこ竹山さんがいやぜひこれ聞いてみたいみたいな、あ竹山さん今日いないですね、はい、今日仕事なんですよ、あ仕事です、はい、いやけど竹山さんがだからその変わった、はい、そのどういう風に変わったんだろうっていうところをちょっと聞きたいなみたいな、いやでもそういうあんまりなんか変えたことはないんですけど、うん、はい、3番4番5番がすごいバッター揃ってますので、うん、まあ、僕も1番2番打たせてもらったんで、とにかく塁に出ること、まあそれだけですかね、でもあんまりそのいろいろいじったりはしてないんですか、技術的なところなんか変えたみたいなのは、まあ、特にないです。あ特にないですね、はい、ただやっぱこう状況に応じてピッチャーの球数を投げさせたりとか、うん、セーフティーをしてみたりとか、うん、次につなげるっていうことだけを意識しただけですね、へ、はい、それでじゃあ結構結果がいい方向に、はい、行ってくれた日もありますし、まだまだね、こう技術がまだまだ足りないところもあるんですけど、はいはい、さよならの時はもう行ったろって言って、ね、まあ、あの時はもう行く気満々 でしたね。まさかあそこから3試合連続ね、いや僕の中では MVP ですよ。いや本当にでここ最近で言うと、まあ、オリックスで兄弟対決、あ、はい、はい、そうです。あれ最後惜しかったですね。そうなんですよね、もうね、いろいろ言われてきたので散々誰に言われるんですか、まあ、弟にももちろん、ね、ちょっかい出されるし、なんて言われるんですかね、ちょっかい、また打ち取ったって打ち取ったら連絡来るんですか、連絡来ますね、LINE が、はい、うん、僕からも絶対しませんし、弟さんからまた打ち取ったよ、ね、みたいな、腹立つんで、それ返信は、返信はもちろんしますよ、それはもう既読するじゃないですか、速攻既読つけてやりました、逆になんて返すんですか、それ、まあ、面白おかしくそろそろ打たせろと。いや言いましたけど、はい、そうですか、はい、でミュウちゃんなんかないですか、あの前日に大阪に移動したじゃないですか、はい、その時にあの今宮さんが緊張で全然食べれなかったけど、あの川瀬さんはすごいお菓子じゃがりこすごい食べてたみたいな、じゃがりこ緊張してましたよもちろん、うん、まあ、もちろんじゃがりこ食べながらしっかり携帯横にしてパリーグ TV 見てたのは間違いないんで結構移動中はじゃがりこ食べるんですか、結構じゃがりこ食べるっすね、何味、ちょっとチーズがやっぱ一番好きなんで、じゃがりこの中で、じゃがりこの、なるほど、関係ないですね、じゃがりこの話いや全然、だからさっきまさきさんもそうなんですけど、はい、やっぱ優勝してるから皆さん結構いろんなこと話してくれるというか、はい、で、あの、はい、ちょっと野球の話に戻りますけど、その、はい、今年の頭はこう今宮さんのポジションをちょっとね、はい、取ってやるみたいな、そうですね、あれはやっぱちょっと難しかったですか、そうですね、まあ完全にまあ自分の実力不足というか、うん、はい、やっぱ今宮さんはやっぱりすごいですか、いやすごいっす、いやどこがすごいんですか、まあ、やっぱこう調子を崩さないというか、うん、調子の浮き沈みがあんまりないなっていうのはやっぱすごいなって思います、バッティングでも、はい、バッティングってどうしてもね、うん、そのやっぱ体の調子で崩れたりとか、うん、毎回ねやっぱこう疲れが溜まってきたら全然違ってくるんですけど、うん、まあ、それをこう1年間持続するというか、うん、っていうものはやっぱこう自分にはないものっていうか、うん、さすがだなっていうふうに思います、ね、なんか守備のスランプがないとかっていう解説者の人とかもいましたけど、うん、ありますよね、守備は結局メンタルだと思う、あメンタルですか、はい、あだからメンタルが弱ってる時はやっぱりちょっとなんかちょっと弱気になって、うん、結局ね一歩前に出れないとか、なるほど、引きずっちゃってこうビビって、ね、そういう一つのエラーではありますねやっぱり、はい、じゃあやっぱ波はやっぱりあるってことですよね、守備、まあ、バッティングよりかはないですけど、うんうん、その一つエラーして、ね、やっぱこう引きずったりするのがあるので、うん、やっぱそういうところはあるんじゃないですかね、うん、そこはやっぱ 今宮選手もそこの波もいやすごいですね、やっぱ物おじしないというか動じない、やっぱ、これだけやってきたものがあるからこそ自分のなんか自信を持って、うん、なんか
グラウンドにいつも立ってるなっていうのはすごく伝わりますね。いやただ今年の活躍を見てたら、はい、川瀬選手は川瀬選手のポジションというか、うん、まあどこっていうことじゃないけど、うん、ユーティリティープレイヤーとして、はいはい、もう本当かけがえのない選手になってますよね。って言ってくれるからこそ、うん、やっぱこう頑張れるっていうのは嬉しいですね、うん、やっぱこういう言葉を、ね、あんまりいただけないじゃないですか。あ、え、そうなんですか。やっぱレギュラーが全てだから、まあ、こうなんていうの、控えでこう、うん、ね、こう皆さんみたいにこう言ってくれることが少ないので、うん、さ、あのレギュラーメンバー慣れてよかったです本当に。この番組の本当にレギュラーですから。本当ですか、ね、これでね、あのこの1年間ちょっとレギュラーとして頑張っていただいたということで、我々番組からマジですか、プレゼントです。ありがとうございます。ワインです。マジっすか、はい、僕がセレクトさせていただいて、はい、ルネッサンス、ルネッサンス、ルネッサンス言わない方ですけど、あ、いやいや、はい、まあ、いや、はい、まあ、その一人じゃないですか、はい、あの、はい、大分県の、え、はい、地元じゃないですか、自分の味もってわかります、まあ、自分わかります、はい、味ものワイン、ゴッカっていうスパークリングワインなんですけど、なかなか手に入んないのを東京では買えなかったんですけど、はい、うちのスタッフさんが福岡で、はい、はい、買ってくれました。マジですか、明日休みなんでちょっと今日ぜひ飲んでください。はい、ありがとうございます。ちょっと残り7試合すいません、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これ本当にもらっていいですか。はい、いや、ごめんなさい、ちょっと荷物が、いやいやいや、はい、そんなことないです。飲んでください。あ、すいません、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。さあ、柳町さんに来ていただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どうですか、優勝の気持ちは今。いや、本当に最高ですね。はい、今年1年どうでした。まあ、序盤は本当に2軍暮らしで苦しい、うん、まあ、思いもいっぱいあったんですけど、うん、まあ、こうやってやっぱりいい形で終われたんで、うん、まあ、いいシーズンだったなと思いますね。で、コメントとかもいろいろされてましたけど、監督に言われたのは、要は自分で控えよりも2軍で試合に出て備えとけみたいな。そうですね、っていうことなんですよ。それ言われるとやっぱりモチベーションは保てるというか、はい、そうです ね、本当に監督の言葉が、うん、すごい2軍にいた頃に、うん、こうやっぱモチベーションというか、うん、本当にやる気にさせてくれた言葉が多かったので、うん、やっぱ本当にありがたいお言葉だったなと思います。でも戻ってきてもう調子は、そうです ね、はい、上がりたてはすごい良かったですね。はい、リーグ優勝の日もやっぱり、はい、そうね、あの優勝の時、ね、あの、はい、目の前で中村選手がバントして、はい、えげつないプレッシャーですよね、あれ。プレッシャーというより、はい、もう本当に逆に燃えたというか、絶対打ってやろうっていう気持ちにさせてくれましたね。はい、ベンチとかでなんか声とかかけられたりしたんですか。いや、声かけられてはないですね。もう僕自身もめっちゃ集中してたんで、その前にもう監督が明さんにノーアウト1、2塁だったらバントねっていう言葉は言ってたのを、ベンチ内で言ってたんですか。はい、もうちょっと僕が耳にしちゃったんで、もう絶対もうチャンスで来るなと思ってたんで。なるほど。そこでもうめちゃくちゃ集中して、もう誰かが何か言ってたとしても多分もう覚えてないぐらい集中して。そうか、もう集中してるともう聞こえなくなるタイプですか。そうですね、はい、あんまり聞こえなくなりますね。その前の試合とかでさよならあったじゃないですか、はい、であそこが一番国母監督もなんかちょっと泣きそうだったというか、 ね、言ってましたよね。ね、あんな国母監督初めて見ましたけど。映像を帰ってから見たんですけど、うん、相当なガッツポーズでした、ね、その場はもう 走ってたんで、まあ、そこで、はい、そうか、そうか。あれけど見てどう思いました。すごいガッツポーズしてたなと思いました ね、はい、いや俺今年一番じゃないですか。引き出してよかったなと思います。ね、でその後のね、だから中村選手がバーンとした後にもまたタイムリー打ってっていう時も、だから国母さんも言ってましたけど、スタッフさんとか全部もう優勝の準備してるから、はい、マジック1は今日決めなきゃいけないみたいな、はい、ね、そのチーム内でも結構そういう雰囲気はあったんですか。当日からやっぱ球場にいるスタッフさんの数がやっぱ違かったので普段よりもやっぱ増えてるんですか。はい、そうか、優勝がかかってるか、まあそれはマスコミの方も多いでしょうし、はい、多かったんで、うん、やっぱこう普段と違う雰囲気が試合前から感じられたので、それちょっと飲まれそうに。そうですね、
もう僕自身結構飲まれてて、もう試合前から結構もう過去一番くらいの緊張感あったんで。あ、そうなんですか。はい。ちなみにこの大阪に移動してる途中とかはなんかお菓子食べたりとかしてなかったですか。いや、移動中はゲームしてました。あー、ゲーム、はい、あー、ちなみに何のゲームしてるんですか。モンスターハンターやってました。おー、はい、もう前やってたやつが、はい、なんか最近もう一回やってみようかなと思って、うん、今移動中にやってましたけど。それはやっぱゲームすることによってちょっと気持ちが落ち着くというか。そうですね、はい。川瀬さんはね、はい、じゃがりこ食べてたって言ってましたけど、普段どんなお菓子食べます。普段は僕グミが好きなんで。グミ。何味が好きですか。グレープス。グレープ。はい。なんかおすすめのグミあります。タフグミみたいな。ああ、ありますよね。ありますよね。あの、それが好きです。移動中とかに。移動中が一番食べます。はい、ゲームしながら。ゲームしながらがいいですね。はい。ちょっとこれからね、クライマックスと日本シリーズありますけど、はい、なんか目標というか、はい、こうしていこうみたいな。まあ、まだまだやっぱり日本一には慣れてないので、うん、本当にクライマックス日本シリーズとやっぱもっともっと厳しい戦いになっていくと思うんで、やっぱそこでまた僕の勝負強さを見せながらチームに貢献していきたいなと思ってます。頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございました。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 あ、こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。すいません、お忙しいところ来ていただいて。すいません、我々ユニフォームが、はい、ありがとうございます。来ていただいて、ありがとうございております。はい、ありがとうございます。さあ、ね、あのクライマックス、はい、これからですけど、昨日投げてましたよね。はい、はい、投げさせてもらいました、ね。はい、どうですか、調子は。で、調子は、はい、よくはなってきてると思うので、はい、なんとか選んでもらえるように頑張ります。なるほど、はい、そうです。中継ぎと先発の準備ってやっぱり違ったりしますか。まあ、準備は全然は違うんですけど、うん、まあ、でもあのマウンドに上がったらもう関係ないんで、うん、はい、一人一人、まあ、先発の時も一人一人って気持ちで投げてたので、うん、はい、しっかり抑えられたらなと思います。なるほど、はい、ちょっと日本一になったら、はい、ワイン会お願いします。ヒグさんの一本をじゃセレクトしますんで、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。すみません、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました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 。インタビュー終わりました。いやー、ちょっといろいろ聞けたね。今日は胸熱な気持ちで寝れますね。あ、本当、はい。竹山さんに何かありますか。竹山さんにね、いろいろお前いらないんじゃないかと、いろいろ言われてましたけど、僕必要でしょ。